半導体材料などの輸出規制が波紋を広げる中、韓国国民の3人に2人が日本製品の不買運動に参加すると考えていることが世論調査で分かりました。韓国の世論調査会社リアルメーターが10日、韓国の成人およそ500人にアンケートをした結果、日本製品の不買運動に参加すると回答した人が 66.8% に上りました。またすでに参加していると回答した人も全体の半分近い 48% に達しています。韓国では一部の小売業者らが輸出規制に反発し、日本製の食料品などを店頭から撤去する動きが相次ぐ一方、韓国側も打撃を受けると冷静な対応を求める声も上がっています。一方、韓国が軍事転用可能な戦略物資を不正に輸出していた問題で、韓国の産業通商資源省は11日午前、北朝鮮への横流し疑惑を改めて否定しました。その上で、日本は根拠のない非難を中断すべきだと強調しました。